ウーゴ・ファノはイタリア出身のアメリカ合衆国の理論物理学者である。ウーゴ・ファノはイタリア・トリノの裕福なユダヤ人の家に生まれた。父は数学者のジーのファノであった。ファノは1934年にトリノ大学で数学の博士号を取得した。指導教員はエンリコ・ペルシコで論文のタイトルはスル・カルコロ・デイ・ターミニ・スペイ・トロリー。 イいンパルティコラーレデイポテンジアリーディアヨニザツヨーネ、ネラメーカニカクオンティスティカであった。phd の試験の一環として、スーレ・フンジオニディドゥ、オーピューベディアビリ・コンプレスト、レオンド・アレトロ・マグネティッシュ・ディマギー、レ・コナシオネ・アシンメトリーチェ・ネラジオメトリアノン、ディエマンニアナという二つの高頭発表を行った。ファノは、ローマで、エンリコ・フェルミと共に研究をしていた。 彼は、ラガッツリビア、パニスペルナのシニアメンバーだった。この期間に、フェルミの勧めを受けて、ファノは、二つの論文によって独創的な、共鳴配置乾燥後作用の理論を開発した。後者は、フィジカルレビューで発表された最も引用された、論文の一つである。ファノは1936年から1937年にかけて、 ライプツヒでベルナー・ハイゼンベルクと共に過ごした。1939年、彼は、カミーラ・ラクテスと結婚した。彼女は、彼の、よく知られた、原子、分子物理学についての、著書フィジクス・オブ・アトムズ・アンド・マリキュールスの共著者である。本書のフロックスリーは、二つの家電粒子の衝突の基本的な説明を提示しており、リチャード・ファインマンが講演で使用し、その内容は後に、 ファインマンさん、力学を語るとして出版された。その後、この本の内容を拡張した版が、ベーシックフィジックス・オブ・アトムズ・アンド・マリキュールスとして出版された。その年の後半、イタリアで反ユダヤ政策が発行したことから、アメリカ合衆国に移住した。アメリカでの彼の最初の研究は、バクテリオファージと放射線物理学の研究における、先駆的研究、特に、 X 線と中性子の生物学的効果の違いに関するものであった。第二次世界大戦中、アバディーン製の大手検場で兵役に従事した後、国立標準局の職員となった。彼は NBS 職員で初の理論物理学者だった。1966年まで NBS に勤務し、同年、シカゴ大学で物理学の教授となった。シカゴ大学では、 1990年代初めまで約30人の大学院生及びポスドク研究員を指導した。彼らの多くは現在アメリカ、ヨーロッパ、日本の理論原子物理学、分子物理学において主導的立場を占めている。ファノは原子物理学と分子物理学の分野において60年以上にわたり、また初期の放射線物理学において大きな影響を与えた。 これらの主題における現在の研究のほとんどの領域は彼の基本的な貢献が反映されている。ファノ共鳴プロファイル、ファノ因子、ファノ効果、ルー、ファノプロット、ファノリヒテン機構など彼の名前を冠した現象が多くある。放射線線量測定に用いられるファノの定理も彼の研究の成果である。弟のロベルト・ファノは MIT の電気工学の名誉教授である。 いとこのジュリオ・ラカーは、核運動量の量子論に大きな貢献をし、ファノと共同でコンサイスモノグラフを執筆した1959年。ファノは、米国科学アカデミーの会員であり、アメリカ科学アカデミーアメリカ物理学会、王立協会のフェローであった。ファノは、1995年に、アメリカ合衆国エネルギー賞のエンリコ・フェルミ賞を受賞した。 彼の最も引用された論文は、上記の1961年の論文である。ありがとうございます。